はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、アゾリウス接合機ということで、はい。ですね、まあこの接合機ですね、精神接合機、まあこれを置いてからコストを下げて、銀の精査やら白の太陽の黄昏やら中略やらを唱えていくというデッキなんですけど、まあ、ちょっとね調整しながら今、デッキを作ってる感じですかね。で未来の目撃か、まあ、これがあるんでロングゲームでもデッキが切れずにね、もう銀の精査も気にせずガンガン使っていけるという感じですかね。はい、さあそれでは早速ねやっていきましょう。まあランク戦にはちょっとね回転率が悪いんであんまおすすめはしないですけど、さあやっていきます。はい、プレイ。さあ対戦相手先行、あ結構面白いかな。とりあえず序盤これでしのいで接合機まで行って、あとまあドローでなんとかする。さあ7枚でキープ。さあよろしく。今特別引けたのは結構でかいんじゃないかなと思いますね。とりあえず一回黄昏の狂楽打っておきます。カードは引けんけどね。まあ、これはおそらくフォローということでしょうか。まあそうだろうな。まあいいや。さあフォロー来ました。問題はね、このデッキ本当プレインズウォーカー倒すのに一苦労するんだ。どうやって倒すか。おう、さあ精神接合。おお、いいですね。さあ全てのクリーチャーを通行。ロマン痛いな。あとそのプレインズウォーカーやっぱきついな。探しに行くか。まあ特別だけちょっとライブラリーに戻します。
また会おうか。は一応あるからな。We've got the edge in this fight. 一瞬耐えれんことはないけど。ターン終了。Show them how we greet our enemies. すごいね、全部警戒持ってんだね。厄介だ。フォローを構える道じゃないから別にあれだけど。さあ精神接合器、白の太陽の黄昏 X6 で、ロラン出てくんなよ。が2体か。でこれは普通に土地セットできるんか。まだなんとかここでフォローを落としたいところではあるが、あるがどうだろうね。7、うーわ来た、厄介だな。ちょっと待てよ。フォローが、なんか、ダメですね。なんともならん。厄介ですね、本当に。突破できない。一応ライフあるからな。7枚引くか。どうだろうな、書き消しがもう多分ちょっとあんま効かない気がするね。土地1枚捨てるか。はい、まあ痛いからね。
さあギリ生き残った。問題はフォローが落ちないことだね。あ、いけるのか。そうか、殴ってきたからトークンが出なかったんだね。ここでフォローを殴って落とせるんだったらかなり。ありがたい。さあライフを回復していく。え、集団失踪。ここでターン終了。いや本当に国別が欲しいよ。1枚しか入ってないけど、なんとか国別探しに行きたい。さあ精神接合。黄昏の狂楽。本当にとにかくロラン来るなっていう感じではあるね。ロラン何体入ってるんだろう。これはでも中略いかんとダメでしょ。今の中 X3 だね。さあ中略。フォローはねちょっとあんまよろしくない。トークンが出てくる。ミレックスと、なんとか毒乗せたいところでしたけど、まあしゃあないか。さあ実験的占い。いやいいですね。国別来ました。まあ、国別来たのはいいんだけど、粘っていかないとダメですね。さあ黄昏の狂楽。面白いですね。ターン終了。
まあ、向こうは当然国別は警戒しとるやろうし、集団失踪もね想定内だと思うんですけど、ちょっと待て、あマジで向こうから国別撃たれると思わんかった。ちょっと待って、マジでびっくりした。さあ中略、いやそれはびっくりするわ。まさか国別飛んでくると思わんかった。さあ婚礼の発表、これどうする。でも精神接合機ごと吹っ飛ばした方がいいのかどうか悩むね。それはでもありがたいかな。全員でブロック。あ、そっか、しまった。22だと勘違いしてた。やっちゃったね。今のはやっちゃった感があるね。やっちゃった。しまったな。でもこうなると、もう、それこそ本当国別もぶっ込むのがベストかな。とは思うけど、さあアタック。まあ普通にブロックされるわ。何のブラフリもな。まあ墓地以外追放かな。婚礼の発表3と銀行破り3を吹っ飛ばせたのはめっちゃ気持ちいいね。おお相手除去か、なんだろうね。これはチャンス、チャンス。さあ殴っていきます。これ放浪王だったらカウンターしてもいいかな。なんかはあるけど使うかどうか躊躇するレベルのもの。ああな、ええ頑丈。さあ毒一つ乗せれたのがでかい。もう軍備放棄、まあここら辺は全然 OK です。エンド時にいくらでも湧いてくるよ。ってことは相手のハンド軍備放棄ばっかりかな。どうだろうか。もう無限に湧いてくる。ダニがどんどん湧いてくる。さあ殴っていきます。ターン終了。軍備放棄のおかげでライフもね回復してるし、
いいですね。ああ、告別すべての墓地も持っていこうとしてんのか。まあでももうこのタイミングだったら OK かな。OK です。毎ターン11金3体出せるんで、これはもうこちらのペースでしょう。さあエンド時に、さあとりあえず殴っていく。ターン終了。特に他何もする必要ないですね。何もいらん。さあ準備補給 OK。 はい、対戦ありがとうございました。出してターン終了。まあどうだろうね、相手アゾリウスだったらこのミレックスがすごい活躍したりせんかな。衝動なんだろう、ジン、ただのアゾリウスコントロールかな、ちょっとわかんないけど。精神接合器も来たか。まあ毒で行くんであれば特にあれは関係ないですね。向こうも精神接合器か。あ、まあそれ自体は特に問題ないか。ミラーですね、おそらく。それは別に OK です。カード1枚引くだけですからね。さあミレックス起動、11出します。さあアタック。さあこれで増殖使うと毒が増えていきますね。さあミレックス、いやいいですね、土地引いたのはありがたいな。さあだ、まあライフ回復は全然 OK です。集団失踪か、まあ、そこはちょっと止めときますか。アタック。
ターン終了。特別ときたか。まあ OK か。さあミレックス、まあしつこくミレックスですよ。スタートアップ。ターン終了。黄昏の協力いらないですね。X6 か。重略はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。どうだ、これはカード引きに行った方がいいか。さあ黄昏の狂楽、ライフ回復もできてちょうどよかったですね。戻さんでいい。さあ土地もらいます。とにかく土地。とりあえず向こうもめちゃくちゃ早いわけではなさそうですね。ただカウンターないんでね、絶望将来が怖いよ。あーギックスか。あ、向こうフォローを警戒してか、してこないか。混んできましたね。それは仕方ない。さあ精神接合器、集団失踪。ターン終了。うん、銀の精査でカード1枚引きます。シェオルはね、やばい。シェオルはやばい。うん、シェオルはやばい。これは死んだか、いけるかどうだ。ダメだな、どうやっても難しいな、これは。
さあ、白の太陽に誘われ、これはよく引きましたね。とにかくセオルを潰せたのはでかい。そしてライフ回復できたのが非常にいいですね。抹消者、切り崩しは別にいいや。これで、7枚カード引けるわけか。とりあえずカード7枚引きますか。さあ、第3の道の機構、ライフ回復していきましょう。で、殴る必要はないんですけど、まあやめときましょう。何枚？ 2 枚捨てる。まあ1枚と、まあ2枚捨てますか。回復しながら行って、おー、リディアナがね、嫌だね。リディアナ嫌だな。まあでもとりあえず奥義打ってくる感じではないんで、まあまだマシか。とりあえずリディアナは落とそう。アタック。7枚引きます。さあ、国別来ましたね。ありがたい。とりあえず一回国別打ちますか。クリーチャーと、あー、上下アーティファクト消したくないな。難しいな、これ。クリーチャー消すか。ターン終了。5枚捨てるのか。結構捨てんとダメだ。1、2、書き消し、3、4、5枚。とりあえず中略の X4 構えれてんのがまだ強いか。残念ながら X4 では届かなかった。悲しい。
それは別にいいわ。ただここで確実に墓地の侵入者は落としたいよね。落とさんときついわね。さあ殴られるのは別に構わんかな。厄介だね。 X6 まあライフは回復しつつ、さあ集団失踪。まあこれでターン終了ですね。抹消者か。はい、オッケー。殴られるのではもう多分死ぬことがないんで、まあ一回消しときましょうか。さあこれでターン終了。まあ打ち消し構えながらミレックスで、あとは毒持っていきましょうか。中略 X8。 さあダニをどんどん出していきたい。ヒニントンさんもショアンの心強いね。
さあお相手これは、放置ですかね。放置っぽいな。まあ、こっからは多分勝つのはもう不可能だと思うんで、まあしゃあないかな。お、でもなんか着地したぞ。着地したのに、どういう状況やろ。放置じゃなくて目いっぱい時間かけてくるタイプのあれかな。前にも一回あったけど、さあアタック。まあ別にカウンターすることもないですね。さあダニを2体。さあ殴っていきましょう。アタック。さあターン終了。的に殴り合いだったらね、多分勝てるんで。はい、対戦ありがとうございました。さあダイヤ到達。はい、いかがだったでしょうか。アゾリウス接合機ということで、まあ、前回からねちょっと調整してみたんですけど、まあたまにねこの銀の精査でしたっけ、もうここら辺あぶれることもあるんですけど、難しいな調整が。もうちょっと打ち消し入れた方がいいのかな。あとこのミレックスがねやっぱコントロールデッキ相手にめちゃくちゃ強いんで、どこをメタっていったらいいのか難しいね。これコントロール殺しなんでね、コントロールばっかりこうメタっていってもしゃあないのかな。打ち消し入れまくってもクリーチャーデッキがねどうだろう。集団失踪、まあ第3の機構も結構ねクリーチャーデッキに対して強いんで、まあ白の太陽の黄昏もうちょっと増やすかどうかぐらいかな。特別はやっぱでも1枚は欲しいなっていう感じですね。まあ、もしかしたらまだねちょっと調整していくかもしれないですけど、まあ、新しい、カードが発売されるまでにもう一回やるかどうかという感じでしょうかね。はい、まあ、新しい環境でもまた新カード入れながらやるかもしれないですし、接合機がね結構なんだかんだ面白いですからね。
はい、まあそんな感じで接合器好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。